はい、ご覧いただきありがとうございます。南です。さあ今回なんですが、3代目メンバーのね、今後の動向についてちょっと話していきたいなっていうふうに思うんですけども、今回の動画をご覧になられる前に前回の考察動画私上げさせていただいたんですが、そちらの内容をご覧になられた前提でお話ししていきますんで、先にそちらの動画をご覧になられてから今日の動画を見ることをお勧めいたします。さあそれでは本題に入っていきましょう。前回の動画でですね、私3代目の再始動のタイミングが秋以降になるのではないかっていうふうにお話しいたしました。それで今各メンバーが各々でソロ活動を始めているんですけども、ソロライブを今行っているのが今市隆二さん、直人さん、岩田孝則さん、そしてエリーさんも匂わせ発言が あるんで、おそらくライブ告知が間もなくあるかなというふうに思われます。その一方で、ソロライブをやっていないメンバーが、3人いるんですが、まあ、おみさん、まずおみさんなんですけど、おみさんは今年は創作活動がメインで、今いろんな楽曲を制作したいとか、そっちの方をメインに仕事をされているんですが、まあ、おみさんのやっぱりボーカルの強みがありまして、まあ、3代目の曲を作ってる一方で、あわよくばご自身のソロソングも作れると思うんですよね。うん、だからここはボーカルの本当に強みと言いますか、特権と言いますか。で、一方の山下健二郎さん。で、山下健二郎さんは、もうすでにこう、山伏というご自身の目玉となる個人のイベントをもう達成されて、で、なおかつ、ZIP の、火曜日のレギュラーを持っておられます。そして、山下健二郎さんも3代目が再結成するまでに、まあこの家事とか、まあ、育児ですとか、こう家庭のことを中心に優先されるのではないかっていうふうに私は予想しております。それで小林直樹さんがこれから秋までね、どんな活動をされるのかなと思ってちょっと気になって考察してみてみたんですけども、他のメンバーの方がね、各々でソロライブですとかソロのイベントやったりとかしてるんで、じゃあ直樹さんはどうなんだろうっていうふうに私思ったところ予想したんですが、まず1個がギターを使ってのシンガーとしてデビューすることかなっていうふうに思います。まあというのもですね、 JSB ランドのファイターズのシーン、あのシーンでギターを披露する日がする場面があったじゃないですか。あれでみんな直樹さんってこうギター使える人なんだっていう風に認知してもらって、もしかしたらこうシンガーとしてギターを使ってステージに立つことがあるのかなっていうあわよくばの期待もしております。で、直樹さんのね本を読まれた方ならご存知なんですけども、もともとシンガー目指しておられた方なんで、可能性はなきにしあらずかなっていうふうに思います。そしてもう一つ、紅茶を使ったファーミーティング開催するのかなと思ったり、まあ JSB ランドのメンプロでも紅茶だったんですけども、まあ、直樹さんね、本当に紅茶にすっごいハマってるんですよね。だからもしかしたら哲也さんが、エグザイルの哲也さんが以前コーヒーをファンミーティングで作って提供した、そういうねイベントがあったんですけども、直樹さんのそれの紅茶版のファンミーティングがあるのかもしれないなっていうふうにちょっと私それも予想しております。